ありがとうございます。できます。はい、僕は初めてマイナスに入団した時から、ここに立つのが、夢でした。今日ホーム最終戦ということで、皆さんたくさんの応援ありがとうございます。はい、これから、まだリーグ戦もありますし、ACL も残ってます。みんなでアジアチャンピオンを目指して頑張っていきますので、まだまだ今年の目標はまだあるんですけれども、みんなで戦って、